過去すれ比較、阪神ファン、1位浅野頼むぞ。どんでん、右の即戦力外野手が欲しいから森下にしたわ。森下って大学代表の4番じゃなかった？当たりやぞ。まあ右の高山くらいはやってくれるやろ。森下ならええやろ。前川おるし無理やりに浅野取る意味ないで。森下ごときではもう騒がんやろ。阪神は退散も金本も結局は主力やファンが悲鳴上げれば活躍するからな。エゴシトレードしたならなおさら守備固めできるやつは必要やん。井上増えるだけやん。いるか。井上も前川も浅野も育てられないしとる意味ないだろ。高山吉田で高山選んで絶賛してた阪神ファンが言うと説得力あるわ。てかヒュー、18見たらそうでもやろ。浅野、大山とは比べ物にならん実績やからな。通算打率点 2.4 でオプス780程度やぞ。大戦は結局あたりやったんやから信じろよ。賛否両論といった印象でした。現在巨人の浅野選手や同じく大学日本代表だった大山雄介選手と比較されていました。続いてセリーグ優勝後の森下選手の評価です。これが2023年シーズンの森下選手の成績です。来年には何かしらのタイトル争いしてそう。1年目からチヤホヤされたらサトテルルートやろうな。来年点28で25本くらい打ちそう。チナ1軍の月別オプス、4月点464、5月点377、6月点566、7月点778、8月点77で、9月 1.036。プロ初ホームラン打ってからなんか掴んだっぽいな。1年目からバウアー粉砕と顔かしなことやっとる。主君だ多いし、史上最高レベルの逸材の牧と比較されるレベルなの？浅野当たってたら今年優勝無理だったと思うとプロ野球って奥が深い。そら将来的には牧以上の逸材よ。オーン。そら将来的には牧以上の逸材よ。オーン。ご視聴ありがとうございました。阪神の有益情報や南寺への反応などをまとめていきます。チャンネル登録お願いします。